君が生まれ変わる RPG テイルズ・オブ・リバース。こんにちは、ガジュマのアビタカと申します。いいごめんしてる今日。ではね、今回でも一気に終盤にね進みますね。もう本当にね、最終回も近づいております。ラスボス戦とかもね、いろいろ近づいておりますがね、最後まで頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。バルカの北の方ということで、獣王山がこの辺にあるはず。あ、てかこれじゃね、これか、これ登んだっけ。獣王山ってね、イベントは覚えてんだけど詳細は全く覚えてないんですよね。まあおそらくこれのことで、あ、ほらね、獣王山だ。この辺ね、ボス戦もあるからしっかりと準備しとかないと。やってまいりました、獣王山。ここではね、もうイベント戦つうかボス戦がね3つもあるからな。今回のパートはそのボス戦のてんこ盛りかもしれない。尺がもしかしたら1時間ぐらいになるかもしれないな。どんだけカットしても1時間ぐらいになるかもしれない。ここへ来た。だがこの先、準備はもう整えた。大丈夫だベイグ、まさか。ピーチグミにグレープグミ、ライフボトル全部買った。俺が死んだら、あ、これは第一部の時のねセリフですよね。そう、今日はねベイグはもう大丈夫なんだ。必ず戻ってこれぞテイルズ主人公や。視野の広まったね主人公は強いよ本当に。あ、セーブポイントあるじゃん。まあいいか、さっそじゃあ挑むか。ここのね戦いが大好きっていう人はね、みんなテイルズ・オブ・リバースプレイヤーからしたらかなり多いんですよね。この先は何が起きるかっていうと、お引き取りになりましょうか。お前一人で俺たち勝てると思ってんだか。こしたら6人プラス上がって様やぞ。そう、ジルバのね命がある関係で、そのジルバ、そう、今回の敵はね、王都っていうかね、国なんだよね、敵が。まあ、王子は味方側にいるからね、それがまた不思議だよな。じゃありませんか。国がめちゃくちゃになった、そもそも。それを言われると。すいません。反論ができない。結構、あがって反論いいぞ。私にあります。だからこそ、私には。ほらね、そう、あがって、そこで打ってなんないの、強くなってるな、本当に。以前のあがってた、それはとか言いそうだもん。姿をしたあなたに、何ができます。この国で今一番偉いのは、本当それもそれでおかしいんだけどな。ジルバは信用していいか。どれだけ強いのか。そう、アガーテがこの辺のセリフを言えるようになったあたりね。本当やがってもね、アガーテも本当テイルズのメインキャラ張ってるよな。だからこそ悲しいんだけど、テイルズオブザレイズ出演おめでとうございます。それだけそこがね、嬉しいって嬉しい。では僕レイズまともにやってねえんだよな。あの課金したのやってねえんだよな。お前ほんと王女相手にこの態度だから、ほんとにサレの不敬罪が過ぎるんだよな。そしてミリッツァというわけでね、あーお前上がってまで巻き込むな。はい、派手に盛り上がったところ、さあやるしかねえよな。というわけでね、この戦いなんとね、市政4人と戦うっていうね。でうちのメンバーをね、殺してあげるよ。4人が戦闘に出るから4対4。しかも BGM もね、今までの市政戦とはねまた違うアレンジ曲なんですよね。ここの BGM が違うんですよ。そこもね、よく聞いてもらえたらなと思うんですけど、まず、第一優先するのは、勝つべきこと。まず、割れて優先だ。そう、BGM がね、今まで指定戦とはね、違うんですよ。そこがね、またね、特徴的で、この戦闘が大好きな人はかなり多いんじゃないかなって言って、うわぁ、今日、やばいやばい。もう、あれだ。今日、みんななんか状態異常になってんだけど、大丈夫これ。パナシアボトルクソほど余ってるからな。で、ここの指定戦大事なのは、まず一人ずつとにかく倒すことだよな。集団戦においては、まず、ほら、もう BGM がね、今まで違うんすよ。おわおおおおな、いろいろなことが起きてる。くそ、状態異常になってるけど大丈夫かな。一旦割れてから倒さなきゃ。てか、ハードモードだからなんかやっぱ、ノーマルの時はね、意外とそうでもなかったりするんだけど、ハードモードだとなかなか強えな。人雷、天将撃、これ覚えててよかった、ほんと。一見し、うおお今日ね、今までね、特にね、ミリッツに関しては序盤の戦闘が一番くそ強かった今日ね。それもね、だいぶ、衰えてきたというか、こっちが強くなったかな。てか、やばいやばい、ワルテ狙いたい。他のキャラ狙ってもいいか。さっきミリッツ狙えばいいけど、先にワルテでな、状態とか厄介すぎる。てか、アイテム、グミを使うとな、それはそれ、いやー、死体のフリーズ、それはPSP 版だとね、サイルのね、カットインが入るんですよね。よっしゃ、一気にワルテ、ワルテお前ぶっ潰す。ワルテをぶっ潰しない。あいつの立ち回りがうっといすぎて、やばい、けど、グレープグミ使うとな、ちょい、あれだからな。あ、じゃそう、死の子も言ってらんねえ。間違えた。一旦グレープグミは使って、ワルト優先で倒そう。AC2 は全然減ってなくないよ、あいつ。くそ、グミなら持ってるけど、まあ、一応ワルト以外に回復ならその辺は我慢しよう。ナイス、次巻き込んでる、めっちゃ巻き込んでる、オッケー。やばい、ベイが死ぬ。くそ、これもし負けるミラーある？もしして。俺もしで負ける？ライフボトルは確かね、大丈夫だったはず。
アニーじゃなくてチトリの方が良かったな。この混戦状態でアニー相性悪すぎ、マジで。そしてやっぱワルツが鬱陶しすぎるから、あれだな、ラッシュゲージさっさと上げて、ワルツはさっさと奥義使う。くそマジで飛んでんだ。また瞬時走からの人雷転生撃。オッケーオッケー。というわけで、皆さんはね、見てる皆さんは、まあ、本当に、BGM ゆったりと聞いてもらえたらなと思うんですけど、僕は今もう、その余裕はないんで、後ほど3トルで聞こうかな。なんか、殺された。そうそう、この辺のね、今この流れてる部分とか、通常視点戦では確かなかったはずなんですよね。その辺も流れてるってことがね、また感慨深さがあるというか、なんというか。よし、割れて HP1 番まで来てるぞ。で、そしたら次、ミリッツだな。とにかく、ここは本当に一歩ずつ敵を倒していくのが、姿勢をね、一人ずつ倒していくのが定石なんで、なんか全然、ベイグ死ぬぞ、このままだ。ワルツの HP9 だ。くっそー。友人がな、術技で技が回復すればとか思ったんだけどな、そんなことできねえからな。HP 回復量弱いからな。くっそ。一旦ここはくたばっていいか、ライフボトル。いや、マジで見てた。これ、チトレイだったら連れてくんの。だからもう、死の子も言ってられないんで、ここは。悪く、HP7000 ね、オッケーオッケー。くそーむしろミリッツァ狙った方が良かったか、これ。一旦余裕を持ってミリッツァ、てか、猿放置してもいいかもしれない。あ、猿じゃねえ、悪く意外と放置しても良かったかもしれない。やーばいって、これ。ハート、ノーマルだって意外とね、なんとかなるんだけど、その4人の戦争だけどね、意外とね、悪くとかその辺簡単に倒したりするんですけど、今回、そういう感じでね、やっぱハードモードだけど、ちょっと HP 量おかしいだろ。ベイグ、あ、てかナイスナイス、ライズエリクシル。よくやった、アニーが活躍した。シュテリズなんちゃらかんちゃら。パワークラフトで一気にパワー上げて、こう、ゴンバグ人装書。ワルト、そろそろくたまるだろ。どーい。早くワルト倒して、ワルト倒せ、ベイグ。電流ズン、オッケー、ワルト倒した。よし、一旦ここでオッケー、第一関門突破。次、ミリッツァだな、次ミリッツァ倒そう。チャリの友どっちに残すかって言われたらどうしようかな、今回は。よし、ライズエリキシル。よし、来たー、ミリッツァぶっ殺す。お前、今までよくも好き勝手しようって。こいつ、ラッシュゲージが一定以上だとあれだから。なら、オッケーオッケー。オーケーが使えないから、ね、で、ミリッツァは、多分一人とかになるとめっちゃ幻覚出して、幻影出してきて、それはそれ大変だから。よしよし、おいよいよ。やっぱあっちが一人減ったおかげで、だいぶ戦いやすくなった。うわー、スペクトルフィールド。やっぱね、初戦の時のスペクトルフィールドと比べればだいぶ弱い。パナシャーボトルプリンス、めっちゃ足遅いんだけど。ゴリ寄せー、ライズエリクシル間に合ったよくやった、兄。褒めて使わす。よし、次ミリッツァ。オッケーオッケー。このドラッグレーベンだと HP がドレインで回復、ドレインって吸収回復するから、そこ厄介なんだよな。オッケー。とにかく、間をね、縮めるために、てか本当になんかめちゃくちゃ苦戦して、やっぱハードモードで出演するとこんな難しい。マニアとかと思ってやばいことだったな。やべ、ラッシュゲージ上がりすぎた。こいつ HP が減ったからってめっちゃ幻影出してる。好き放題しすぎなんで、どれが本物見るつだっけ。こっちだっけ。やべ、わけわかんないことになってるでしょ。何が起きるんですか、これ。そこね。あ、なんか誰か倒してる、ベイグが一人倒した。多分サレ倒した。あー、いや違う。これミリッツァの幻影倒したかもしんな、ね、い。サレいるよね。あれサレいなくなってんだけど。ベイグが一人でサレ倒してくれたんだけど、助かるーってことはラズベリグミ使い放題じゃん。ラズベリグミじゃねえや。グレープグミ使い放題やん。オッケー、トーマ一人になったらちょっと厄介なんだけど、そりゃ、で、先もトーマ倒した方が早い、これ。オッケー、何が起きて、処理落ちが激しいんだけど。よし、死ねえよ、トーマ。お前のクソの所業もここまでよ。あと、ミリタちょびっと。で、次には兄。いやー、めっちゃぶっ飛んだ。オッケー、グレープグル使えるから、そこありがたい。一旦建設立てます。で、次、バーストボトルだな。ミリタ、アスショットなんだ。あ、生命の恵みしたところ。くそ。頼む、ヘイト買って。今だ。ライゼリキシル行くぞ。チャージして、早く。オッケー、負けないで。ライズエリクシンギリ間に合った、オッケー、危ねえ。あとミリッツァ倒すだけ、オッケー。やっぱミリッツァ一人だとくそせえな、こいつ。オッケー、ぶっ倒した。倒したのは友人でした。ライブボトル2個いただきました。ありがとうございます。ノーマルだと意外と普通なんだけどさ。ハードモード頭おかしになるわ。ミリッツァ暴走しすぎだよ、マジ。人の強さを決めるのは。というわけでね、この姿勢戦はね、みんな好きだと思うんですよ。なんか、今までね、序盤から戦ってきた奴らが4人集結して4対4で戦うっていう。
人の心。僕もこの戦闘好きだし BGM も好きなんだよ。その姿勢戦のね BGM ここでしか聞けないから。僕は絶対また別のアレンジがラスボス戦で聞けるわけなんですけどね。そんなものは認めない。だけど人の心をね、その心の強さを大事にしていきたい。米軍ご一行と、その心をないがしろにしようとしているサレ。サレご一行つかサレだけなんだよな。あなたたちを倒す。さて、じゃあ問題の姿勢たちがそれぞれどうなるのか。お前は分かっていたはずだ。ここでね、決まります。平和に従うことが正しい道ではないと。そう、ここほんとヒヤヒヤするよな。そう、誰が死んで誰が生きるのかとかさ、その辺。ワルツとかね、なんか、生きてほしいなと思うんだけどさ。誇り高き軍人として、バレて生きてほしいと思うんだけどね、いろいろと不安になるよね。誰が死んで誰がね、この後生きてくれるのかみたいな、すんごい不安になるんだよ。あなたがあの事件の真実を語る。ほら、てか、バレて本当にユージのこと大好きやな。戻くだされば、おじけもとじじけものカップリングか、これ。仕方ないよ、バレて。じゃあ、お前のその顔沿いね、体に、ユージのデカチンコを突っ込んで、ちょっと最低なこと言ってる。我々と共に戦ってくださらなかったのです。この人は、ユージンは、父の名誉を守るため、口を閉ざしていたんです。お、兄言ってやったな。ここでワルトどう、どう察するよ。ワルト、お前のやり方は。友人未だになんかあの罪人扱いなの、ちょっと悲しい。俺もワルトとは絶対分かり合えるとは思うよね。しかも、ワルトとは生きる気がする。陛下を、そしてこの国の民を救いたいという気持ちは、ワルト、俺たちと共に戦おう。ワルト味方になってくれるか。言葉が。ワルト、何が可愛いやつなんだよな、本当に。ワルト、オッケー、あー、ミリッツさんやめてください。そ、あー、そ、それ本当危ないから。セーフ、アップね。僕、初見者ってここでワルト殺されるのかと思ったんだよ。そう。で、ミリッツも死ぬかと思った。マジでヒヤヒヤした。というわけで、ワルト生存、まず。はい、おめでとう。本当にミリッツさんに後ろから刺し殺されるかと僕、この時思ったんだけど、そんなことはなかったっす。でも彼、そして次ミリッツァのターンどうなることやら、ミリッツァ、私の仲間がその居場所を作ってくれた。居場所は私たちにだって作れる。私たちの、そう、ヒルダがね言うからこその説得力だ。何回ミリッツァもね、ヒルダもハーフだけど、そうそう、居場所ができたヒルダと居場所を作れなかった、力だけ求められてね、一応王の盾にやりたけど、居場所といった居場所はね、実はなかった。ミリッツァなんていうか知ってる？愛って意味よ。愛。ミリッツァもね、そう、両親、ミリッツァの両親とか全然ね、事情がわからないけどさ、ミリッツァもね、ヒルダ同様に両親から使っても愛されたからこそ、このね、古代カレギア語で愛というミリッツァが名付けられたんじゃないかなとやっぱり思うよね。はい、オッケー。というわけで、ワルトゥミリッツァ、生存確認、オッケー。まあ、味方として戦うとかはまだちょっとあれ、別なんですけどね。いや、味方陣営にはなったってことでね、ほっとしました。で、問題はサレとトーマどうなるかだよね、これは。とりあえずトーマは死んでいいんじゃないかなと思うけどね。どこに行くんだ、僕にとどめを刺さないのか。お前のようなクソ野郎を手を煩わしたくない。なんだよそれ、情けをかけてるつもりかい。トーマは殺していいと思う。トーマは殺そう。殺せ、殺せよ、頑張って生きろよ。ある種、皮肉たっぷりだよな、本当に。なんか生きて苦しめっていうのをね、そう。そんなティッチの鬼畜なこと言ってるから、いや、ある種皮肉なこと言ってんだよな。で、ヒルダもトーマにとどめさせないと。殺せって言ってるだろ、こんちくしょうが。はい。ワルトゥがね、置いてった、なんていうの、この、さ、サヤケンって言うんだっけ、なんだっけ、これ。仕込み刀だ。悪く思うなよ。というわけで、ね、残念ながら、され、死亡です。それだけかい。テイルズ・オブ・ザ・レイズで出演おめでとう、され。トーマは、ね、出ないでほしいけど、テイルズ・オブ・ザ・レイズ。ヒューマとガジマの共存。結局、されはね、夢物語だよね。されは結局、ベグたちのね、ことは何を分からないままね、去ってしまうというか、その辺が悲しいよね。僕からのお礼さ。IH 上等。これがね、トーマとサレの最後でした。姿勢の中でね、ミリッツァとワルトは生きてね、未来に歩むけど、サレとトーマは、まあ、やっぱり自業自得感つか、今までやってきたこともあれだからさ。まあ、こうやってね、断罪される。まあ、相打ちといった形で断罪されるのでしたと。っていうまとまり方でした。以上、どうでしたでしょうか、まとめ方としては。こっから急にね、ワルトと、
ミリッツが何かに殺されるとかそういうこともないから、そこは安心して OK です。そしてここの敵、ここの敵は何ここのね、敵を覚えてないんだよここどんなやつがいるのか全く覚えてない。あとライフボタンを使う、実はね、この後戻ってサリたちを調べることもできるんだけど、正直それはなんか気まずいというか、そう、あんだけティトリオもさ、頑張って生きるよとか言ってさ、ヒルダがさ、トーマのことを見逃したっていう描写があったのに戻るのはね、正直申し訳なさがあるんで、ライフボタン6個でなんとか乗り切ろう。そう。この後ボス戦あと2個あるんで、2個。今回のパターン本当にボス戦ラッシュだし、ストーリーの話もあるから、結構ね、尺がね、長い動画になると思いますが、お付き合いいただきたいと思います。そうそう、あと2つ欠かせないイベントがある。そしたらね、もうラスダンだからさ。これ、ジオガンさえクリアすればラスダンだから楽しみに。おっしゃ、倒した。なんかさっきの姿勢戦乗り越えたらマジ楽に感じるな、この辺。オッケー。まあ、まずはこの辺のボアみたいな。このさ、で、問題の、あ、なんだ道がないぞ。全くわかんねえんだよな、この辺。ジオガンのね、ギミックが覚えてない。今までと違う。落とされたんか、ジルバが落としたってやつか。ここにはそしてね、ちなみにこうジルバ戦でね、その兄の父親に関してのね、真相を知れるんですよ。兄と友人がそう思ってたとか探してた真実っていうのがね、そうジルバとの戦いでね、そこで分かりますんでね、お楽しみください。すでに仕掛けが解除されていたと考えるべきでしょう。そうとは知らず。本当だよ、アガーテって。すまん、もう今更アガーテ攻めるやつはいないんだけどさ、それぐらいしかいないんだけどさ。どんな仕掛けだって超えられる。これまでだってそうしてきた。とはいえ、どんなギミックだっけ。まあなんかフォルス駆使しろってことかな、きっと。よし、ちょっとやってみるか。あん床は見えないだけちゃんとあるみたい。雨を降らせれば水まれ。オッケー。じゃあ、ここ兄の。あ、なんか敵みたいなのいるんだけど。なんかいるんだっけ、シンボリンカートに。あ、これ雨使うたびにあれか。出てくるんか。雨使うと敵が近づく。なんだこの仕組み。よいしょ、ほいほい。まあ、これなら、余裕そば、シンボリン、あいつしか落ちる。あー、もう倒した、キー、危ねえ。よし、オッケー。ベイグ、どうしてサレたちを放っておいたの？と、このスキってあるんだよな、この放っておいたのっていう。情けじゃなくて、あいつを手にかけたくない。だからさ、この後戻ると結構さ、この辺の展開全部台無しになっちゃうからさ、意地でも戻らんぞ。結局、と。サレやトーマのやっていることと変わらなくなる。本当されたと思って。お前はそれを本能的にずっとクソ野郎だったな、そう考えると。あいつやったら本当にいいとこ行きつつもなかったんだよな。俺のせいで。本当だよ、ワルト本当友人大好きっ子だったんだから。そう、だから、そう、分かり合える余地が絶対あるワルトと、ちゃんとね、ワルト生存ルートで分かり合えたのマジで嬉しいんだよね。初見時めっちゃ嬉しかったもん。ワルトみたいなね、善人だけ仕方なく戦ってる人は、そう、なんとかね、みたいな。なんとか、こう、味方になってほしいなと思ったから嬉しかった。お、待って、こら、今回実況で初めて見せるやつじゃん。セルシウス・キャリバー来ちゃー、グレイセスと、レディアント・バーソルディ3だとかでね、ベイグのヒロインになってるセルシウス・キャリバーですね。あれ、ヒーロー・ツインブレイブって、どうだったっけ。お、ヒルダに関してはミリッツァに関することかな。ミリッツァはその辺はね、エンディングロールの、エンディングのね、スタッフロールのお楽しみって感じかな。そう、ミリッツァはまたね、そう、種族におけるね、人としての希望になるから。ハーフ同士でね、いや、人同士でな、一人の人として。もしかしたらラドラス様がゲオルギアスの復活を、ラドラスの落逸の目的って今でも分かんねえんだよな。これっていつ真相を語られるの。僕、ラドラスの落逸の理由に関してだけは今でもよく分かんねえんだよな。そうだとしたら、マジで学生の頃脳死でやりすぎよ、本当に。15年前の自分ぶん殴ってやりてえよ。アガーテ様、ラドラス陛下は誰よりもカレギアの平和を願っておられました。陛下は必ず分かってくださるはずです。なるほどな。ああ、疲れた。いやー、まあ、倍速でね、お見せしたか、まあ、カットしたか分かんないけど、もう今までのね、フォルスギミックの集大成みたいな感じでしたね。全く覚えてなかった。全然思い出してもしなかった。そういうわけでね、次のボスはミルハウスになります。私たちは世界を、さあ、ミルハウスをさ、ね、ミルハウスに対して全員っていうわけじゃないですよ。ある種、ここでね、まあ、オープニング詐欺、ミルハウスとベイクの、オープニング詐欺があったと思うけど、あれの詐欺の部分は、あの、互角の戦いをしているのは、あの橋の上じゃなくて、ここなんですよね。というわけでね、ここはベイグとミルハウスによる一騎打ち対決になります。ノーマルだと何回も負けないんだよ。あの、以前さ、必殺技、ミルハウスからやられたじゃん。ファイナル
ティ・デス・テスタメントみたいなやつが来たじゃん。いいね、あれで即死だったんだけど、もはやほぼ即死になるんだけど、今回は大丈夫です。即死技にはなってないけど、立ち回りミスるとゲームオーバーになるし、このミルハザ戦はアイテムを使えないんで、結構気引き締めと、ノーマルなら何やけギリギリ勝ったんだよ、初見の時。今回ハードモードだからさ、どうなるかわからん。ファイナリティテスタメントちゃんと防御しなきゃだしね。よし、止まっけど、いい顔となったね。そう、手出し無用。いい顔になった、ベーグリュングベル。参る。さあ、一発で勝ちてえな。頑張るぞ。勝負ミルハースト。さあ、来た、この BGM、ミルハースト戦だからこそ聞けるやつ。ベーグの持ってる剣、ダサい。もっとかっこいい剣にしたかったな。現在、あ、やべ、回復し忘れて。あ、危ねえ。よし。こいつ、色、フェイントも入れてくるらしいんで、気をつけていきましょうよ。よし、受け切った。さあ、来るか。ファイナリティティスタメント来るか。そろそろ来るんじゃね、ファイナリティティスタメント。フラッシュゲージ上げて。来ねえな。よし。あ、そろそろ来るかもしんねえ。ラッシュゲージ上げて。あぶね。うわー、そう、いろんなね、なんか、複合技というか、フェイントしてきたりするんですよ。ファイナリティティスタメント。やべ、ファリーもしてくんだよな、それは。結構強いんだよな。え、あぶね。今でも互角に戦ってる。HP が、あー。ラッシュギジャー、今 HP は結構慎重に立ち回れてるから。やばい、このままファイナリティセットまで繋げられる。電流座、よし、一気に大丈夫。なんか、ベイグめっちゃ回復するやん。よし、今だ、無栄翔、オッケー。バックステップが入る、この無栄翔はやっぱ使いやすいよな。無栄翔、オッケー。無栄翔結構使い勝手いいんだよな。オッケー、ラッシュギジャー上げて。オッケー、慎重に戦うと。ファイナリティセットメントしてこねえな。だからそのまま勝たせてもらうよ。うやべ、やべやべ。通常攻撃、電流座、オッケー。おい、ガード。行くぞ、このままなら、使ってこないならこのまま倒させていただきます。いったーい。よし、アップデー、ファイナリティテストメントしてこね。よし、よしよし、いいよいいよ、めっちゃカウンターっぽくできて、源流さんがカウンター技として優秀すぎる。ミルハーストしてこねえか。まあまあ、ひたすらやられると正直ハードモードだと。やばいやばい、なんかめっちゃひるんでんだけど。うわ、くそ、これつらいな。なんか体に染み当たるね。源流さん、よし、オーケー、源馬、レンガ賞、オーケーで一気に繋げた。このまま、無栄翔からの終わりだ。あ、もうちょいで終わる。よし、いける。慎重、慎重に、オッケー。よしよし、なんだ、なんかやっぱ大人になった今だと、ミルハウス戦って結構冷静に立ち回れるな。無栄翔、お前に終わらせるのは、源流さん、上、嘘、パリされた。決めたかったに。ほ、終わらせてやる。あ、瞬レジ見せた。ラッシュ記事もっと上げないとダメか。慎重に、慎重にね。やべ、めっちゃひるんでる。よし、今だ、無栄翔。あれ、ファイナルディテスタメント、あれなんか封じれたかな、もしかして。いや、よかったよかった。なんかアビタガ史上一番なんかスムーズにミルハザ倒した。むしろ初見場の時めちゃくちゃ苦戦したんだよな、あのファイナルディテスタメント、ファイナルデスティテスタメント、名前が今ね分かんないんだけど、それくらってさ、 HP 赤ゲージしてアイテム使わなきゃと思った。アイテム使えねえってなってさ、で僕その時フォルスゲージとかのね、あの回復力とかの使用も理解しなかったから巻きかけたんですよ。今回めっちゃ余裕でいけたの。お、また来た、オープニングアレンジ。仲間や、そう、あの時とはもう違うんだぜミルハース。俺は一皮も二皮もね抜けちまって、テイルズの主人公としてふさわしい男になったんだぜミルハウスと。今のあんたの隣に彼女の、そうで、ミルハウスとミルハウスも、そう、ベーグとミルハウスはある種本当に似た者同士みたいな部分あったんですよね。あんたと、まあ、正確な部分はねちょっと違うかもしれないけど、境遇っていう部分が似てなかった。あ、似てるんかな。境遇と、あの、それぞれ大事な人に対する思いが似てたんですよね。だからこそミルハウスとはね、あの時ベーグを倒して、今回ベーグはミルハウスを倒したって感じじゃない。だからお前を見ていると、自分を見ているのが良かったのだ。そう、お互いなんか同族嫌悪とまでいかないけど、なんか迷いを断ち切った、似たようなものがあったんだろうね。だが私は、私とお前の何が違うというのだ。何も違わない。ミルハウス、お前も、お前仲間にちょっと恵まれてなかった人だったかな。あ、サルとトーマ死んだから。あと、ワルトゥーとミリツァ引き入れて、頑張っていけ。そして、アガーテもいるもんな。あ、クリア、あ、クリア、ここで合流するんだっけ。あ、そうなんだっけ。もう、その辺全然覚えていいんだよ、細かいとこ。ミルハウスとさんについてきた。そうだったか、クリア合流、ここで。なんだ、じゃあ、ここで再会できたんだな。よかった。この辺どうなるかと思ったけど。苦しんでるベイグを置いて、去ったこと。それもクリア、お前。私は
ベイグの、そうだよな、だから俺が悪かったんで暴走してまったからな。それがベイグのためだって。でもそうじゃないよね。私は逃げて、まあ、ある種お互いで現実逃避したしけどね、こうやってお互い向き合えたからいいんだ。クレア、クレア、悪かったのは今の俺はテイルズ主人公だ。言わなければわからないことは、誰がどう言おうとテイルズ主人公に言われた。俺が何も言わなかったせいで、まあ、そうだよね。ここら辺にやっぱ心で伝えるっていう部分を、心を言葉で伝えるっていう正しさ大切さか。これからは俺と一緒に悩んでくれたんだ。これなんか、へえ、こんなセリフって言ってたんだな。今までだって一緒だったじゃん。クリア、一瞬振ったかと思った。この辺の細かいやり取りも覚えてねえんだよ。ずっとベイグと一緒だった。これからも同じでしょ。クリア、クリア、行かせてくれるか。信じて。ゲオルギアスはまあなんとかする。まあ一回ね、不完全とは倒せましたから我々。行きます行きます。行こう。問題のジルバ戦だよな。というわけでね。今回のパート最後、ジルバと戦わせていただきましょう。ここにゲオルギアス、このジルバなんだけどね、ノーマルの時点でわりかし強かった記憶があるんだよな。ほらもう、そしてジルバの本性が明かされるし、あのバース博士のね、真実についても、ね、明かされます。ジルバってヤギ獣人ですか、ヤギガジマ、ヤギ系ガジマって感じなのかな。どうなんだろう、ヤギなんかな。いや多分ヤギだと思うんだけどな。イラスト見るとね、結構マズルがあって美しいようには見えるんだけど、性格はゴミクズやろ、トーマレベルなんですよね、本当に。いや、ジルバの、ね、思想っていうのがよくわかる。あ、お前鍵ヒャケモナだったか。しょうがねえな。この地上から愚かで醜いヒューマという不純物。めっちゃ信念バリバリじゃないですかこれ。いや、元カレジルバってこんな思考だったんだろうな。あれどうだったんだっけ、その辺もわかんねえんだよな。選ばれした民、ガジュマの国、その理想の国を、この私獣大関係の国を作るか。ああ、俺もガジュマになりてえな。ふざけんじゃねえ。お前たちが何と言おうと、それが聖獣を、まあ、結局ガジュマだけだと差別が起きるのがそのピピッサだったりするんですけどね。私は聖獣を選ばれし者なのだ。あ、でここなんだよ。そうきちゃー、結構あっさり真実は出るんだな。そう、このね、癖がね、決め手になるんだよね。まあ、ジルバも油断してるってもあるんだけど、バースのラドラス陛下に対する計り事は、そっちのわけ。あ、じゃあやっぱジルは元からゴミだ。これこう考えると、お前の仕業だったのか。もはや隠す必要もある。はい、というわけでね、ジルバ、実はね、ジルバがバース博士操ってました。これ解説ジルバでもっと細かくあるのかな。ジルバもね、実は上がったほどじゃないんだけど、月のフォルスの使い手なんですよね。だから体を入れ替えるっていうのができる。あ、いや、もうベイが言ってくれた。お前も上がったほどではないけど、ジルバも月のフォルスで人の体を入れ替えることができるんで、いや、そこは友人頑張った、本当に。逆に刺したのは頑張ったんだけども、結局あの時はバース博士か友人どっちかが死ぬ運命だって考えると恐ろしいよな。というわけでジルバはマジでトーマレベルのゴミクズ野郎っす。そうだから、毒を持ったのもそのね、ジルバが操ってたバース博士だったってことなんですよね。だから実質っつうかね、ほぼジルバがラドラス王に毒を持ってたってことなんですよ。ほらもう上がって呼び捨てもしてるし。ってことはじゃあやっぱラドラス王毒持ったあの時からゲオルギアス復活のこと考えた。で、月のフォルスって王家の人しか使えないっていう言い伝えがあるんだけど、なんでジルバが使えるのかって言ったら、確かジルバにもなんかね、一応王家の血はね、多少あるっぽい。アガーテとかとは若干いとこはとこ的な遠い親戚ぐらいな関係性なのか。だからまあね、 100% ではないけど、ね、ある程度のね、王家の血があるみたいなこと、攻略サイトの考察みたいなところで見た。本当かどうかわからん。ジルバ、そしてこれも、ね、ジルバ戦 BGM なんですよ。この姿勢戦、ミルハースト戦と熱い戦いが経て、ようやく、ね、出てくるボス戦は胸クソ戦闘です。そして、ね、なんかジルバ強いらしいんだよね、ハードモード以降だと。いや、マニアだと強いんだっけ。ちょっとそこわかんねえんだよな。ちょっと、わあ、勝つぞ、頑張るぞ。ジルバ強いらしいけど、月戦鼓とか使ってくんだよ。え、なんかやべえ、何、シェイドム、え、これってノーマルの時から使ってきたんだよ。え、まあ、ちょ、その後ブチギレそうなんだけど。え、ノーマルでもこんなことしてきたっけ。ノーマルさ、僕一発で倒した記憶あんだよ。はあ
いや、オッケー。あれでしょ、シャオルーンのアクエリアススフィアみたいなもんだから、ラッシュゲージ上げて防御すればいいってことでしょ。その暇がなかったから、速攻バースボトル使って、兄は無理だな。友人で耐えにしてって感じだ。オッケー、作戦も見えた。あー、頑張るぞ。まず、アイテム速攻ここで、友人が使うとガード間に合わないから、ここでやるのは、全員全滅したから誰がね、どうしようか。むしろここでオールキャね、僕、オールディバイドは使いたくないんですよ。学生時代オールディバイドでラスボス戦とかご利用しちゃったからさ、今回テクニックで乗り切りたいんよ。だからオールディバイドは僕の実況なるべく使いたくない。つまりここで使うのは、バーストボトルからのガード、シェイドムーンレベリオンガードするぜ。やっぱそうだよね。いやー、ベイグも、ベイグも耐えた。そこ頑張ったぞ。よくやった、ベイグ。うっちゃり組は、いや、もったいねえな、うっちゃり組は。ラスボス戦取っときたいから。よし、よし、まず。よし、行くぞ。一旦警察やってますと。で、ここでね、ゲッセンコなんですよね。HP 発すのだ、わからん。で、一旦ベイグも、グレープ組、OK。警察やってますと。いや、こうしてみると、ジルバ自体はね、美しいんだけどな、みたいな。え、11万も HP なんだから、こいつ。よし、OK。さあ、ヒルダも蘇ってきたことだし。あ、カウンター技か、この間抜け側。OK。で、ゲッセンコみたいな。こいつ、無知使いなんだよな。人雷、天衝撃、OK。いよいよ。なんか HP 多いように見えるけど、デスティニー2の時と違って、結構味方 G の攻撃力もね、結構高めにね、リバース設定されてるから、HP の割には、ね、デスティニー2よりか時間がかからないはず。ネガティブゲートも使っていくのが、しかも炎症中なんか無敵になったかと思って。それ偶然か？さあ、そろそろなんかラッシュゲー、あ、カウンターアップね。OKOK、なんとか警察って倒せ。やっぱ最初だけじゃねえかよ。もうこっからシェードムーンリベリオン来ないでしょ。多分だけど。僕も全然ジルバ戦覚えてないからさ、なんか意外とあっさりってわけないよ。ちょっとめんどくさかったけど、一発で倒したからさ、意外と、てかガードしてて友人これさ、やべえな、すぐ死ぬぞ。マインド、え、広、何このマインド会社広さ。いや、ひるませれば、個々人は消えない。消えないんか。OKOK。合格人生、よし、今日ほら、もうあっという間に HP 始まる。ねえ、なんで兄お前そんなとこに。え、しかもめっちゃダメージ食らったんだが。ガードしてたじゃん。ガードぶっ壊れたぞ。ネガティブゲートはガードする。あやべ、友人死にかけた、危ねえ。ギリギリガード耐えた。ラッシュゲージ上げといてよかったわ。よしよし。よし、OK。さあ、こっから。やべ、マインドガイストならまあ OK でしょ。ゲッセンコうっとしいよな。ジューダスまだお前ごときは使うんじゃねえ。いやー、ちょ、ダメージでかすぎ。よし、ラッシュゲージ、あ、やべ、上がりすぎた。攻撃受けすぎて上がりすぎた。やべ、ベイグ死ぬ。耐えてるけど、オッケー、アップね。アイテム使ってなかったら死んでたところで。よしよし、オッケー。やべ、兄が変なことしてる。いや、パワークラフトは、あと、味方陣営のやつだ。兄も、さっとグレープ、やべ、グレープ、そ、まあ、勝てなくはない。まあ、そんな、ね、絶対負けちゃうって。え、嘘、もう一回やってくれって聞いてるぞ。耐えてくれ、頼む、ここで終わりとね。ほっ、うわはぁ、シャオルーンのアクエリススフィアを思い出すんだけど。その後、なるほどな。いやー、ライフボトル少ないじゃん。兄は必須だもんな。HP4 万台になったら、ね、なんとか、ムーン、ちょっと警戒ですね。HP4 万切ったよな。時間的にもそろそろだと思うんだよ。シャドウモーメントじゃなくてなんかやってくるんだよな。むしろヒルダでガードして、いや、ヒルダは元の HP 低すぎるもんな。やべやべ。てか、友人が死ぬ。あ、そう、普通になっ、あの日曜日やられる前に死なれちゃう。あ、オッケー。今ガードしてる？頼む、兄耐えて。ガードしてる音がする。オッケー。あ、なんでみんな耐えてんの？なんで？あれ？なんかみんな余裕で耐えてんな。ちょ、あれ予定と狂った、みんなガードしたんか、そういうことか。いやー、何それディザスターロア死ねる。これ友人ギリ入ってる。入ってねえよ、ミスった。今だ、ここで負けないで。よっしゃー、全員復活、友人操作するぞ。いけるいける。オッケー、ここラストスパート。あともう一回やられたらもうおしまいだと思え。乗り切るぞ、ベイグ。ヒルダ頼む。アッカーストリームナイスすぎ。オッケー、ラッシュゲージはとにかく下げる。いや、ベイグはなんか命中率優秀なのか、命中率って概念があるのか知んないけど。オッケー、コンボつなげてね。オッケー、よしよし。あの日曜日さえね、乗り切れば意外となんでもね、気がしなくもいいんだよな。さっきディザスターローはちょっと例外。あれは一列しか攻撃できてこないっていうのがあるから、その辺の弱点をつけば、なんとか避けれなくもない。ちゃんと炎症を見極めれば避ける。これが多分やばいんだよ。シャイニングレイダー。
ちょうどユージらしげ足りなくてガード取れちゃったけど、シャイニングレイ意外と火力低いからネガティブゲートよりかはるかにマシだな。よし、オッケー。くそ、せっかくらしげ先だ。これディザストローマジね。大丈夫、シャイニングレイだった。オッケー、シャイニングレイなら許してあげないこともないんでオッケーです。よし、ナイス、友人、友人じゃない、ビッグ。オッケー、今だ、ここレクソール、ベガス、あ、ヒヨギ来た、やったやった、友人と兄のヒヨギだ。超アレッコーセ2人で決めたこれって別になんか強制ヒヨギじゃな、あるのかな、強制ヒヨギなんかないのか分かんないけど、嬉しい、この2人でとどめさすとめっちゃ嬉しいんだけど、そのためにね、この2人でジルバー倒すためにユージと兄強制的に入れたんだから。いや、ヒヨウギにとどめた気持ちいい気持ちよすぎる。しかもユージンと兄のヒヨウギ気持ちよすぎる。これたまになんかチトリとアニーだったりとか、なんか別のヒヨギの組み合わせになるっぽいんだよね。ヒヨギ発生する条件が満たされてれば。あー、ガンギマッター。そして意外となんとかなったんじるません。本編の方はね、敵カットしてるけど、あれかな、おまけパートの方でジルバ戦はね、ノーカットでちゃんとずっと喋ったから、ぜひノーカット版でって感じかな。ジルバ兄、そのままそのついでぶっ刺してやれ。あ、そうやさ、これなんかね、 RTA 動画のニコニコ動画のコメントしたんだけど、このジルバの声ってクレヨンしんちゃんは風間くんの声らしいんだよね。あ、てかジルバ次回すんのかこれ。あー、ジルバ、はい、燃え尽きた。まあ、お前の力を持ってすれば自害もできるか。あ、ちょ、感情に浸らせてください。兄が仇取ろうとしたのに、結局自害しちゃったんですよ。なんか、まあ、もうジルババイバイみたいな。ゲオルギアスに伝えるんだ。はーい。あー、ジルバの死体、その灰になって崩れてもいいと思うんだけどな。その、ね、仮面ライダーファイズのさ、オルフェンクを襲われた人たちみたいになったら、さーってなってもいいと思うんだけど、ジルバの死骸がなんか若干邪魔すぎるんだよな。だとこの辺も正直覚えてないからどうなるのか楽しみではある。あ、ゲオルキアさん金玉ですか。クソでかい金玉ですね。エロドウィンシでオス十字がね備えてる金玉並みにツヤツヤ、最低なことしか言ってない今回実況。もう遅い。あ、そうだよな、そうそう、ちょっと思い出してきた。なんか遅いらしいんだよね。だから負の感情高まりすぎて、もう、もうなんかね、ヒューマンを滅ぼしたりしても、もう間に合わんとか、そんな感じだった気がする。災いの獣か、これがラス、ギターユリス。というわけで、ラスボスユリスです。なんかね、リバースのポットでボスみたいな風にさ、言われやすいけど、第3部を経てみると、負の感情の集合体みたいなもんだからさ、そんななんかね、ポットでっていう風には僕ね、思わなかった。そう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 。負の感情、なんか、この世界を滅ぼそうとしてるね、人々の負の感情が、ボワーって溜まって溢れ出てしまった、あの感情が、まとまった概念みたいなもんだと思えば分かりやすい。世界中に飛び散った。あれで、あれだっけ、ジルバがそのユリスの思念に操られたんだっけ。そこちょっと分かんねえんだよな。忘れちゃったっていう感じだけど、分かんないっていうかね。人の持つ負の感情は残った。この負の感情がね、あの、そう、ユリスを生むってことか。だから僕ね、なんか、あんましなんかポットデートは感じなかったんですよね。これをポットデートを感じてクソゲーって言ってる人もね、中にはね、そういうゲーム実況者もいたんだけどさ、僕は全然そうは思わなくて、そう、全然なんか負の感情、今までのその冒険を経ての負の感情っていうのが最終的に集合体としてラスボスになったっていう風に僕解釈したから、全然ね、ああ、今日まあ、テイルズ自体はね、珍しいんですよね。そういった負の感情。ジルバを操る。ユリス、あ、ギョルギアさんの肌ってそうだったんだ。そして、今自ら形をなす。だから僕はなんかね、そう、テイルズの中では不思議ですよね。テイルズって結構さ、人だとかね、そういったなんか、なんだろうな、まあ神だとか、まあその辺、まあ、要は個体がさボスなんだけど、リバースに関してはね、まあ、ユリスっていう個体ではあるんだけど、ユリスの存在を考えるとね、負の感情の集合体みたいな感じで、まあ、ある種あれなんだよね、概念的な存在。あ、僕 FF はまあ9しかやったことないんだけど、 FF9 のラスボスみたいな、あの FF9 のさ、ペプシマンみたいな感じで、なんかそういった感情の集合体とか概念的ボスなんですよね。だからね、そこちょっとね、
確かに振り返ってみると定律としては珍しいと思うけど、僕はなんかちゃんとリバースやってる人からしたらユリスをそこまでポットでと感じないんじゃないかなと思ってるんですよ。でゲオルギアスはこのユリスと戦うんですね。でなんだっけ、ボロ負けすんだっけユリス強すぎるんだっけ、確かゲオルギアス、お前もうちょっとなんかあるだ、レーザー光線ごときで負けるな。まあ死んではないんで安心してください。ゲオルギアスちゃんとこの作品をクリアすればゲオルギアス最後出てくるから。ゲオルギアスですら金玉点滅しますよ。ゲオルギアスさん大丈夫ですか。一旦ちょっとアイズとか飲んで勢力増強した方が。あれがユリスの力なのか。終わりだ。早い早い、ゲオルギアス、お前弱気になりすぎなんだよ。お前あんだけなんかヒューマンを滅ぼすべし、滅ぼすべしみたいなこと言ったんだから、いけるいける。人の負の感情は強大、意外と諦めが早いんだよなゲオルギアス。まあ別になんか人が好きなわけでもねえもんな。あの聖獣たちは人のこと好きだったりするけど、ゲオルギアスは別に人のこと大して好きでもねえからな。どっちかというと自然の方が大事みたいな存在だからさ、もう別に人がどうなろうがしたこっちゃねえぜみたいな感じになるのはまあ致し方なしなんだよ。あれ戦闘ないよな、僕の記憶は確かな、ここ戦闘。ああこんな派手にやられるのは覚えてないけど。ダメだ、本当にもう何もできないの。このまま、まあここ諦めないで。テレゾンでメインキャラクターたちはね、そう心の力で耐えきるんだけど、ここどうやって助かるんだっけ、そこだけ覚えてねえんだよ。そこだけ使う、わりかし覚えてないとこ多いんだけどさ。あ獣王山、あ獣王山崩れるんだっけこれ、もしかして。あれなんか、射精してません、黒い射精つか、性病つか。あれじゃないですか、なんか腐った精神みたいな感じで、ザーメン出てましたよ、獣王山。何が起こっているんだ。だっけ、世界が滅ぶのがさっき、ユリゾを倒すのがさっき。あー、ユリゾの領域って響き、懐かしい。ラスダンだ。しかも、わりかし大変だったような、大変じゃなかったような、ちょっと、覚えてないんですよね。なんか、そんななんか。めちゃくちゃ長いダンジョンではなかったけど、いや、1、2時間ぐらいがっつりちょっと探索した気がするな。人を滅ぼしてほら、ゲオルギアス、人滅ぼしたらじゃあ何、自然しかねえじゃん。まあ、バイラスしか残んなくなるか。俺たちは戦う。人を滅ぼすべきだったって、ゲオルギアス全く分かってないから、もう人の力でどうにかしますよ。この人の力、そう、ある種僕はね、ユリス、およびこのユリスの領域っていうのはね、ラスボス戦としてはね、ふさわしいと思うんですよ。このベイグたちが言ってるね、人の心の強さっていうのをね、このラスダンでこう出す、なんだ怖いです。心の力っていうのがね、ラスダンでかなり描かれるんですよ。でラスボス戦で最後ね、そのね終結みたいな感じで、だから僕結構リバースのね、その辺の描写すごい好きなんですよ。その時人滅ぼすんかな。行こう、やるしかねえか。あれもう今日戻りたいんだけど、アイテム。あーでね、次回パートではね、めっちゃ神 BGM をね聞かせたいと思いますので、よろしくお願いします。ラスダンの BGM マジで最高すぎる。好きな人も多いと思う。リバースの中でも結構トップレベルにね、やっぱ最高な BGM だと思うんですよ。いやてかリバース今も BGM すげえのばっかだ。あの姿勢戦だったりさ、あの聖獣戦だったりとかさ、ミルハウス戦だったりさ、戦闘 BGM 神多すぎるんだよな。あ、あれだ、サレとトーマの人は亡くなってる。まあ、多分ミルハウスを片付けてくれたんだ。あれがユリスの領域。よし、やるか。絶対にぶっ潰し、次回パートでラスダン攻略、その次でラスボス倒してエンディング。最終回も近づいておりますが、ぜひね、よろしくお願いします。最後までぜひお付き合いください。うわぁ、獣王山に出てるな、これ。よし、というわけでね、今回実況は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。次回、ラスダン攻略。というかもう本当に最終回までもうカウントダウンレベルで来ております。最後まで僕もね、突っ張り知りたいんでよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回。